適当。よしあれどうもマグニーでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。はい、夜か。おやつ。前回でですね、なんとかこっちに帰ってくることができた。ジャングルとのね、道をつなぐことができたと。で最終ねジャングルの方まで行って終わったって感じだったと思うんですけれども、今日はですねやはりそうだな、ジャングルの方で、できることをたくさんやっていきたいと、そういう風に思っておりますよ。それでは本日もやってまいります。ショータイムマグラジオのお時間でございます。次のアップでいつって聞いてみましたら、知らん人がほとんど、私知ってますよっていう方が 1% もいらっしゃったと。兄弟ネーム青いのでいいのかな、青のかな。千代さん、無限つきませんよ、修繕はつきました。クロスボウに関してなんです。やはりね無限はつかないということでね、残念ですね。なんと見てください、兄弟ネーム枝豆さん、クロスボウで花火受けますよ。マジですか。マグズキッチンのロゴ作ってみましたということで、メインの方でねなんかこういうのやってるんでね、ありがとうございます。ゆうとありがとう。ほなおむ、卵焼きかこれ、ありがとう。ほなぶっかけうどん、違うか。ほなチーズ入りオムレツ、皆さんありがとうございます。帰ってまいりました。今回はマグラジオはね準備ですね、このジャックランタンとか作って、おりました。砂がね、砂じゃない、もうガラスがほとんどなくなってきている。どっかなかったかな、相当あったんだけどもなくなってきてます。さすがにね、砂を集めに行かなきゃならないですね。ガーディアントラップの方に行けばなんかあったような気もするのでまあ今日は行かないですけどね、今日は今からねジャングルで遊びますから。で裏でジャングルでね使えそうなものも一応用意はさせていただいてるんですけれども、思いつくのがそんなになかったんで、よいしょこんな具合にいつ撃たれるかも矢も知れるこの状況で、あとねそうだ、収録外でこのツルハシ2つ回復させてるので、はい、追っていくよ。嘘だろう、よく助かったな。はい、もう終わりと思ったけど助かったか。はい、オッケー、1列掘り切りましょう。こうやってね移動するたびに1列ずつ掘っていったりとかしておけばですね、気づけばもうできてると思うんで、それではジャングルへゴーただいま、いろいろとね持って帰りたい物資がここにいっぱいあるんだよ。今できることでほらこの3つなんですよね、釣り竿と種とお魚。おそらく、竹は釣りで取る方が早いだろうなっていうので釣り竿も早速来た、早速のチャンスだ。あ、逃げちゃったか。なんだよ、魚釣るわ俺もう。よこせ、鮭でも大丈夫だよね。どうだこの入れ食いのスピード、これが統合版の入れ食いの力だ。竹こーい、名札、名札そんな簡単に釣れる。釣りって意外といいかもね。お猫ちゃんたちがそろーりそろーりと近づいてまいりました。あの猫ちゃんはこれ以上近づいてこないのか。ああ生まれた、生まれたわね。で生まれた子がどうなるわけ。全部やるよ、
魚全部食えよ。大きくなった。そうね、猫らしくていいわ。大きくなれよ。ね、君たちはね、ジャングルのね、ちょっと癒しとしてそこにいてください。あの山猫は本当に何のためにマジでこれ竹釣れるのかよ。ね、あとはカカオ豆取っとこうか。何してんだろうねこの人釣りは一旦やめてカカオ豆取ります。でちょっと探してみます、あの竹をよ、竹ちゃんを、竹ちゃんをね。今のでもうカカオ豆10個も取れたな。いや、あればね、向こうで増殖化させられるので、ここでたくさん取る必要って実はないんだよな。アマゾンじゃ、アマゾンじゃない。アマゾン！ジャングルの木さえあればね、育てられるんで、ジャングルの苗木を持ってないから苗木を取ろうかな、じゃあ。ジャングルの苗木も、前回のね、動画でちょっとやりましたけど、雨降ってきた！ 4 つないと育たないので、もう4つ持ってる。もう4つ持ってる。おやす。夜は怖いです。海沿いからこうちょっと背の高そうな木を探しては登って、木を探しては登ってってやってけばいいんじゃないかなとは思いますけど、なんだかんだで一番難しいんじゃねえか竹が。ジャングルの中でパンダはちょいちょいいるな、結構な確率でいるんだけど。おーしよ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 し乗るんだパンダとオウムと猫っていうのをやりたかったんだけども、それはすげえ難しそうだな。もう一匹欲しい。近くにいないかな。別に色とか問わないから。ジャングルの人員の拠点に一旦オウムちゃん連れて帰ろうかと思います。連れてきたぜ。はい、そこに座ってなさい。まず一人を仲間にした。そして釣る竹よ来い。くー、竹が来ればもうあとまあパンダか。パンダなんてさ、どうなんだろう、こう有効的になるのかしら。有効的にはなる、もう繁殖はさせられても有効的にはならないような気がするな。一緒だと思うんだよな、山猫と。もう残すはやっぱ竹だわ。竹田さんですよ、竹田さん。高いところに登る。高いところに登ってさらに高い木に登っていく。全然竹の存在が全く持ってない。あ、オウムだ。2匹目のオウム早い。一口でなる。超懐っこいオウムだわ。拠点の方にね、連れて帰りたいけど、まあ一緒にちょっとブラブラしようよ。竹がもしかしたら見つかるかもしんないから、2匹ぐらい連れていこうか。行こう。オウムを手なずけまくる男。あー、めっちゃいる。みんな行こう。すげえ大所帯になったぞ。みんなを、じゃあもうこんなにやっぱり大所帯になっちゃったかな。連れて帰って、ほいでもうちょい竹探すわ。なんでついてこないんだよ何おとなしくしてんだよ。ああ、いるか。何おとなしくしてんだよ。お、あんまり泳ぎすぎちゃダメなんだな。あ、これだね、全員これだね、これ。よし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 、いや、そこでいいか。はい、このようにオウムも仲間になりました。本当にあと竹だけでいいの。ロング釣り、これで来い。ロングだろうがなんだろうがってことですよね。でね、ちょっと調べてきたんですけど、このね、宝釣りがついてることがすげえネックになってるみたいで、宝扱いじゃないんだと、竹が。今の私にとってはすげえ宝なんだけど、宝釣りがついてない釣り竿で釣らないとなんか出てこないらしい。逆にいるのか竹。ダメだわ、見つからんわこれ。帰ろう。本当にただただ走り回ってただけですね。可愛い猫とかね、パンダはいるんだけどもね、竹がないのよ。全然自生しないもん。竹ー、あれ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 、うちのじゃないうちのじゃない。またこれ、神様、奇跡やったぜ。発見したぞ。どけどけ。ゴーと竹バンブーやったぜ。俺の勝ちだ。あ、こっちにも竹。ていうかさ、竹なかったか、あれ、あっちに。よしよしよし、ここにはもう要はね、うちに帰るぞ。やったぜ、皆さん、竹をゲットしました。あれ、ていうかこっちまっすぐじゃね。何、一列でできんの。これまっすぐ行ったらあるはずだよ、うちの家が。まっすぐまっすぐ、このまままっすぐなんだよ。あったあった、俺んち。ほら、まっすぐ来ただけであったでしょ。同じライン上にあるってことだよな。この先にまっすぐ行けばさっきの寺院があるので。何、もう一個とかあるんじゃないのこれ。
もう一個ぐらいありそうな、はい、ってことでパンダをどうにかすることぐらいで、ほぼほぼこれでもうジャングルは制することができたのではないでしょうか。はい、そんなわけで、本日はここで終わっとこうかな。それでは皆さん、しばらくのジャングル遊びにお付き合いいただき誠にありがとうございました。それではまた次の動画そして配信でお会いいたしましょう。本日誕生日の兄弟たちはおめでとう。そして皆さんまた会おう。